特定健診は40歳から74歳までの人が対象です。あんた特定健診はいつ行くと？どがんかあげ病院行くけんよか。現在体調が悪くない方や病院で治療中の方も含め、特定健診は年に1回必ず受診してください。お父さん、無理せず健康にも気を使ってね。母ちゃん、やっぱり今度休み取って特定健診行ってく。とがんね。